パリゴリン、衝撃敗退の阿部歌、なぜ世界ランク1位と2回戦で対戦世界ランクのポイント少なくシード外に。パリゴリン第3日柔道、28日、シャンド・マルス・アリーナ。柔道女子52キロ級の阿部歌、パーク24、1回戦で第1シードのケルディ・ヨロは、ウズベキスタンに谷落としで1本負けして敗退し、2連覇が消滅した。 兄の123、パーク24との兄弟連覇を目指したが、衝撃の敗退を喫した。全大会金メダリストの安倍が2回戦という早い段階で世界ランク1位の競合と対戦したのは安倍がシード外だったためだ。シード権を獲得する前提が、国際大会に出場し勝ち進めば得られる世界ランキングのポイント。 国際柔道連盟が今年5月末に公式サイト内に公表した文書によると、今大会のシード権は五輪予選期間の世界ランク8位までと定義。今年6月末時点で安倍の世界ランクは9位だった。そのためシード外扱いとなり、抽選の結果、2回戦でケルディヨロワと当たるトーナメントに入った。安倍は本番まで約13ヶ月を残した段階で、 日本柔道史上最速での早期五輪代表に内定。その時点では世界ランク3位だった。だが昨年10月の国際大会を欠場するなどでポイントを伸ばせず、今年6月時点では他の選手に抜かれ9位となっていた。